ジェイソン・ダッチェン組、アメリカ。アメリカの強固いなジェイソン・ダンジェン、ショート終わって4位。このフリーの演技にメダル表彰台をかけます。最初のスローイングジャンプ、サルコー3回転。おっと、ツイストリフトはピタリです。スローイングのトリプルループです。少し乱れています、ソロスピン。スターリフト、ループからダブルフリップ、そしてダブルトージャンプシークエンス。ラッタンジンの踊り、綺麗にオーバーヘッド。スピードのあるリフトです。
長野ホワイトリングに稲京子が舞いました。アメリカ京子稲ジェイソン・ダンジェン、ジャンプのミスはありましたが、スピードに乗ったリフト、そして2人のコンビネーション、生まれた国に行われるオリンピックで演技する夢が叶いました。アメリカからも、そして日本からもこの京子稲への声援が送られています。今年のフィギュアスケートのペア、スローイングのトリプルループ、非常に2人のタイミングが合っています。降りた後も非常に綺麗なポジション、こうしたリフトも力で持ち上げていきます。ただ去年の10月に実はジェイソン君は右手の親指を怪我をしています。ですからこういったリフト系には非常に苦痛も伴っているわけです。稲選手は母方のおじいさんが岡崎克夫さん、かつてのオリンピックの陸上の選手です。おばあさんが島子さんはテニスウィンブルドンにも出場しています。さあ得点は 5.7、 世田谷のおばあちゃん元気かという声も聞かれています。プレゼンテーションは思ったより得点は伸びません。ガク。この時点で3位、トップベレズネーヤ、シハルリデ、2位がベッツェル・シュトイヤー、ドイツ、3位、イナ・ダンジェン、アメリカペア。